ホセームエスカローナはベネズエラのララ州出身のプロ野球選手。現在はイタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブに所属している。シアトルマリナーズとマイナー契約を結びプロ入りを果たした。2005年は参加ルーキーリーグのベネズエランサマーリーグマリナーズでプレーした。この年は12試合し3勝4負、防御率1.18。 59奪三振を記録した。2006年は、参加 A のウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーした。この年は、26試合に先発登板し、7勝12、負、防御率4.06、110奪三振を記録した。オフには、母国ベネズエラのウィンターリーグであるリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルに参加し、故郷のカルデナレスデララでプレーした。ここでは、 6試合に登板し、1勝0負、防御率9.82、1奪三振を記録している。2007年は、参加アドバンス A のハイデザートマーベリックスでプレーした。この年は、36試合登板し、4勝10負、防御率7.41、77奪三振を記録した。オフには、前年同様に2年連続で、奈良でプレーした。ここでは、4試合登板し、 防御率 7.94?2 脱三振を記録した。2008年は、まず参加アドバンス A のハイデザートでプレーした。ここでは、8試合に登板し、0勝0負1セーブ、防御率3.97、10脱三振を記録した。その後、参加 A のウィスコンシンでプレーした。ここでは、37試合に登板し、3勝3負2セーブ、防御率3.80。 50奪三振を記録した。オフには、前年同様に3年連続で、奈良でプレーした。ここでは、1試合に登板した。2009年オフには、前年同様に4年連続で、奈良でプレーした。ここでは、18試合登板し、3勝1負、防御率5.82、15奪三振を記録した。2010年オフには、テブロネスでラグアイラでプレーした。ここでは、 16試合に登板し、防御率5.62、1奪三振を記録した。2011年に、イタリアのプロ野球リーグである、イタリアンベースボールリーグのネットゥノベースボールクラブと、契約を結んだ。この年は、15試合登板し、4勝7不1セーブ、防御率3.49、59奪三振を記録した。しかし、ドーピング違反で2年間の出場停止と、 罰金1440ユーロの処分を受けることとなった。オフには、アギラス、デルスリアでプレーした。ここでは、23試合に登板し、0勝1負、防御率2.63、8奪三振を記録した。2012年オフは、3年ぶりに、奈良でプレーした。ここでは、17試合に登板し、1勝0負、防御率2.35、12奪三振を記録した。 2013年オフは2年連続でララでプレイした。ここでは14試合登板し、0勝1負、防御率7.11、15奪三振を記録した。2014年に出場停止処分が解け、リミニベースボールクラブと契約。左のリリーフとして19試合に登板し、3勝1負、防御率1.46、45奪三振を記録した。また、 9月1日には第33回ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出されたことが発表された。2015年2月17日に同僚のマリオ・キアリーニと共にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の欧州代表に選出されたことが発表された。3月10日の第1戦に3番手として登板し2回を投げている。 ありがとうございます。